け。やっ受けてみなさい。こんなところで。しっかりして。逃がしません。これはどうです。やだもう。やだ。ちょっと疲れた。まだ終わりません。あとは頼む。ちょっと休んでろ。やっこれはどうだ。逃がしません。まだまだだ。受けてみなさい。行くわよ。これはどうです。受けてみなさい。細切れにしてあげるわ。無駄パンチ。逃がしません。細切れにしてあげるわ。受けてみなさい。できる。私の力で。まだ終わりません。これが真の実力。日々精進ですね。
地獄嵐だ。祈るな。これでつか。地獄嵐。どれだけ強くなるのよ。お疲れ様です。突然ではありますが、あなたにやっていただきたい仕事があります。進化の家という危険な思想を持った集団を我々教会ではずっとマークしていました。そして先頃、この集団のアジトの場所が特定されました。進化の家の場所が判明した今、この危険な組織についてさらなる調査が必要です。進化の家の本拠地に潜入し偵察を行ってほしいのです。大変デリケートなミッションですが、だからこそあなたを指名させていただきました。ここ最近のあなたの働きには教会本部も大きな期待を寄せています。ここであなたの進化を試させてもらいます。よろしくお願いしますね。では教会本部のミッションカウンターに今回の依頼を登録しておきました。速やかにミッションを請け負い仕事に取り掛かってください。あなたの働きに期待しています。それでは失礼します。
まもなく進化の家の本拠地があるポイントです。入り口は見つかりましたか？え？入り口が破壊されている？おかしいですね。何かよからぬことが起きているのかもしれません。戦闘は避け、潜入し偵察、彼らの狙いを探ることに注力してください。内部は通信が妨害されているようです。案内はここまでです。幸運を祈ります。いた。ん？一人か。こいつが例のやつなんだよ。んなわけねえよな、こんな数がよ。ははこそこそ忍び込んだヒーローがこんな奥の奥まで来ちまったってか。ああ、いや、俺はアシュラカブトってんだ。とりあえず戦おうぜ。地獄嵐。お前大したことねえな。あれ、誰か先に来てるぞ。お前はこの前の先生、ここは俺が、あとはお願いします。ああ、分かった。分かるおめえ強えな。がっかりさせんなよ。お前ここの最終兵器なんだろ。じゃあ殺し合いますか。あ、そっか。あ、何してんだ。おい、今手を出せばやられていた。なんだこいつは、隙だらけなのに。俺の直感が大音量で危険信号を発している。貴様、それほどまでの力一体どうやって手に入れたんだよ。お前も知りたいのか。いいだろう。ジェノスもよく聞いとけ。いいか、大切なのはこのハードなトレーニングメニューを続けられるかどうかだ。この場で教えてもらえるのか、先生の強さの秘訣を。一体どんな。いいか、ジェノス、続けることだ。どんなに辛くても俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロを毎日やる。もちろん1日3食きちんと食べろ。朝はバナナでもいい。変化に気づいた1年半後だった。俺はハゲていた。そして強くなっていた。自分で変われるのが人間の強さだ。ふざけないでください。それは一般的な筋力鍛錬だ。しかも大してハードでもない通常レベルだ。俺は強くならなければならないんだ。そんな冗談を聞くためにあなたの元に来たのでは断じてない。
んなこと言われても他に何もねえぞ。そうか、秘密を教える気がねえなら構わねえぜ。どうせ俺よか強くはねえんだ。ただしムカついたからてめえらはなぶり殺す。怖いですね。もう俺を止めることはできねえ。こうなるともう丸一週間は理性が飛んで闘争本能が静まることはない。お前を殺した後は町に降りて来週の土曜までは大量殺戮が止まらねえぜ。こいつのアシュラモードはこのまま丸一週間暴走を続けるだと。ということは、ということは、おい、強いヒーローだったら俺を止めてみろ。よいしょ。そら、お前、よいしょ。今日がスーパーの特売日じゃねえか。うわー、しくじったー。先生、大丈夫ですか先生。タイムセールだからな。もう終わってる。おいお前、余計なことを言うな。先生がさらに落ち込むからやめろ。ああ先生、大丈夫ですか。強いよお前は。は譲らんぞ。
まだ終わりません。まだ終わりません。これはどうです？地獄嵐。厳しいか。これで決める。地獄嵐。まだ終わりません。地獄嵐。そこにいろよ。これはどうです？地獄嵐。